お腹が全体的に出てる方は一緒に30秒やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、全体的にお腹がボコッと出ている方におすすめなバイシクルとデッドバグが合わさった腹筋を紹介します。一緒に30秒間やってもらうことで翌日お腹がキュッと引き締まった感じを感じれると思います。お腹の全体が出ている人っていうのは意外と胃が膨張してしまってですね、お腹を抑える力が弱まって出てる場合が結構多いです。その場合に腹横筋と腹筋どっちも一緒にしっかり鍛える必要があります。普通のクランチではお腹の表面を多く使ってしまってお腹を抑える力があんまりつかないんですけども、今回の動画はどっちもしっかり鍛えることができますので、ぜひ一緒にやってもらえたらと思います。では説明します。まず基本的にバイシクルというのは寝た状態で足を動かします。しっかり腰が床についた状態で行います。これでは少し負荷が軽いのと呼吸をしっかりね吐きにくいです。そういった時にお腹全体を効かして息をしっかり吐きながら行う方がいいので、できるだけ息を長く吐きながら足を動かしながら手を使っていきます。重心を前に持っていきます。こっからだんだんと上を向きながら、肩はつかないぐらいでまた戻っていきます。足を動かしながらゆっくり起き上がります。またゆっくり上がっていきます。これを息をしっかり吐きながらお腹全体と腹横筋を使ってください。あんまり早く動いてしまうと体がブレてしまうので、今ぐらいのペースでゆっくり体を起こしたり体を寝かしたりしてください。では一緒に30秒間頑張りましょう。ではいきます。お腹をしっかり引っ込めて、3、2、1、ワークアウト完了。あはい、お疲れ様でした。いや、たったの30秒でしたけども、しっかりね息を吐く、お腹に力を入れたままお腹の力を抜かない、腰が浮かないようにする、そういった意識をすればですね、毎日30秒でも結構ねお腹を抑える力がつきます。いつも腹筋をやってる方はそんなに効かないかもしれませんけど、慣れればですね30秒1分とかでやってもらうとお腹がうおーっときますんで、ぜひ試してもらえたらと思います。今回は翌日にお腹がキュッと引き締まる、腹筋全体と腹横筋にしっかり効く、バイシクルとデッドバグが合わさった腹筋でした。頑張った方、勉強になった方、よかったらシェアボタンやコメントよろしくお願いします。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。うっす。